でもあいつとの出会いはしびれたよ。ホテルのバーで偶然隣り合わせたんだよ。そうそう、初対面で俺が自分の絶望的な診断結果にやけになって話しかけた。嫌がんなかったの？もちろんほぼリアクションはゼロだったけど、もう二度と会うことないやつだと思って一方的に喋り続けた。迷惑だなそれ。そしたらあいつが急にここに指三本突っ込んで、痛むのかって症状も次々と言い当てて、膵臓を、膵臓を俺が手術してもいいって、もう本当に痺れたよ。で、あいつに命をもらった。うん、いい話だな。うん。